おはようございます。ティラと申します。鬼コンボ最強伝説続きやっていきたいと思います。今のところかかってるのが僕救助期間中に毎週毎週精神科行ってたんですよ。はい、毎週毎週まあ電車使っていくのって結構まあ言っちゃえば結構お金がかかります。片道1500円くらいかな。だからこの前思ったんですよ、これ車で行けんじゃないかなと。一回ちょっと車でね、40分くらいかな、まあ、道のり上は、はい、カーナビでつけて行ってみたら意味のわからないところにあったんですよ。カーナビあるあるなんですけど、マジで意味わかんねえ道って案内するよね。本当にそんなことしなくても広い道こっちにあったじゃんみたいな。で、実際問題、じゃあ診察の代が2000円ぐらいですよ。そう考えたら、よく考えたら、いや割に合わねえな。あ、やっぱり電車に行こう。あの危険だわ。さあ、ここにね、当選簿してる方がいらっしゃるんですけど、まあこの人は勇者カイト、モンバトでの公式サポーターですね。まあ今黒ブレでもなんかカリスマ黒ブレ勇者かっこ笑いというプレイもしていないね、あのエアプロね、しかもドラゴンクエストも知らないなと、まあ大都会とか言ってますけど、多分初見の実況者さんが毎回言うんですよ。え、大都会新しいマップなのかなと。僕も言いましたよ、そんなことないですからね。さあ、でもこの天の箱舟に、おお天の箱舟なってなった人はね、結構いたんですよね、やっぱ実況者さんの。まあ僕も言って、あの、お天の箱舟じゃんってなったわ。でみんなに見送られてさ、今からね、ほらみんなにこれいいよね、このムービーはかっこいい。このムービーはちょっと初見でも感動した覚えがありますね、僕もね。電車あんだけ走ってんのにね、なんでここだけ天の箱舟で行くんでしょうね。さあ、ないんだ天の箱舟って。いざ大都会へと。この大都会のマップを今から見た時に、え、あ、新しい何あのマップなのと思ったら、そんなことはありません。背景の色がちょっと変わるだけです。はい。ほら背景ちょっと違う、背景ちょっと違う。あ、そこまでの容量はなかったんでしょうね。はい、というわけでついにこの時がやってまいりました。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー王者決定戦。はい、数々の名勝負を生み出してきた。数々の名勝負を生み出して、何回大会やり直したか俺も分かってないぞ。なんだったら多分初見実況者よりよっぽどね、回数かかったと思うわ。さあ、まあこれ勝手にもう決勝になってますね。しかも王者決定戦決勝に進んだってことは、すでにもう王者決定戦になってるってことなんですよね。逆にここに4連勝あったら嫌だわ。さあ、で相手はリュウタですね。まあライバルということで、はい、初見殺しのね、初見殺し実況者リュウタ。この日が来るの楽しみしたぜ。俺と互角に戦うのはお前しかいない。同じ条件で勝負しました。さあ、王者決定戦リュウタのね、まあ、決勝に進んだパーティーということなんですが、初見の時はびっくりしましたよ、こんなメンツできたら。でもね、突き詰めていくとこのパーティーってすげえ穴だらけなことに今ね、気づいております。なんで弱くなった。いくぜ。いくぜ。いけいけ。いけ。王者決定戦という名のもとに行きましょうよ。この縛りは何ですか。鬼コンボ最強伝説です。行きます、行きましょう。王者は私だ、行くぞ。これすごいよ、公式の大会とかでさ、こんなん優勝したらめっちゃ歴史残るぞお前。さあ、不死身の敵に挑むが流れる中、王者決定戦スタートです。いや本当に逆にさ、公式大会って結局さ、筐体ゲームの公式大会ってさ、同じパーティーのミラーだとかさ、つまらん試合ばっかしてるけどさ、逆にこれで勝ったらもうマジで何残るよね。ドラゴンクエストモンスタージョーカー2のさ、公式大会ってジャミラスがね、もうその名に残したぐらいですからね。行ってこーい。はい、あ、誰になっとん。ゴールデンゴーレムでやってほしい。このあのパーティーってね、オッケー。そう、ゴールデンゴーレムが打撃がすごく通りやすいタイプなんで、見た目の割にそこをコンスタントになっていけば打点は大丈夫。ただ向こうからの打点はあーれー、コロコロコロ。今日も楽しそうに地面を転がっとんな。ほらほら始まったに、ね、みやばいやばい、ちょっと待って、やめて。あー、コロコロコロ。こっちの打点はゴールデンゴーレムを殴ると取れるんですけど、向こうの打点もこっちを殴るだけで取れます。
なんかもう惜しめだわ。いやでもゴールデンゴーレム狙えば、いやちょっと待って、攻撃力が本物だまるでギガンテスとギガンテスが殴り合ってるみたいな攻撃になってるぞ今。こっちはギガンテスを殴ってる感。うわ待って、そうだ、2ターン目に何使っていくんだっけな、結構ランダムっすよここ。あ、クソ、やばいの来たやっちまった。そうなんだよな、こいつ確かこのリュータって結構ねタクなんですよ。何かしらのタク、キラーピアスとか賢者の石の時もあるんですけど、グリンガムを使う場合もあって、そうすると終わりー、終わりって寿司三昧。まだだ、まだまだまだ、グリンガムはもうね、どんなボタンも止まるんで仕方ないですね。でリュータの SP の中は4択ぐらいあるんで、まあ、その中の一番最悪のパターンを引いたと。さあこのターンにね、ゴールデンゴーレム奇跡の回避を起こせばあるかもしれません。ここでさ、ワンチャンね 2% の回避率にかけるという手もあるよ。誰になっとんの終わったわ、なんでそこ狙うんやお前ちょっとウルトラスタンプがひどい、ちょっとひどいぞお前。ゴールデンゴーレム殴れる犠牲、音、相手の攻撃ちょっと待って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 、頑張れ頑張れ、奇跡見せよ、頑張れお前、意地見せろ意地。王者決定戦ジャミラスだって、ジョーカー2のジャミラスだって名前残したやん、お前もここで奇跡を起こす。うわぁ死ねぇ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。はっ、今までのは夢かですね、代表勇者決定戦と同じくですね、どうやらこの主人公はあのエルシャ内の力を持っているらしくもう一回話しかけるとですね、同じことを言いますエルシャ内じゃねえか、そんな装備で大丈夫かっていう感じじゃん、でも完全にこれエルシャ内なんだよなこれじゃあ行きましょう、これ同じルームビーの同じこと流れるんで、今からエルシャ内の力使ってみたいなもんなんで、また同じムービー見ながらやんか解体工事ってまた解体工事ですか、また特艦工事で解体してきましたよ。まあ、パーティーは変わらずですね、代表者の時と同じです。下手に変えるよりはこのまま行こうや、結局ねやっぱりこうなっちゃうわけですねまあもうこうなることは実はもうね始めるところから分かっていた。モンスターマスター決定戦でもうね、あそこでもう限界だったっていう感がすごいんですけど、行きましょう。とりあえずやっぱり大きいし君だわ、採用されるのは。あでもどうだ、バトルマスターがねコンスタントにゴールデンゴーレムを狙ってほしいところではありますが、せーので、なんとバトルマスターってさ、前々から思ってたんだけど判断力本当に高いのかこいつ。なんかねこの前ですかね、 EX 界見ていただくと分かるんですけど、バトルマスター判断力高いはずなんだけど、なんかねよくブレるんだよね。そんなめちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃバトルマスター的確に狙うって思ってたんだけど、そういうわけじゃないんだよな、なんか。割とブレるよね、君って思って。そのせいで俺ね、大事な一戦落としてるからな。過去の動画見るとわかるんですけど、ね、一撃でもね、一つエンピールが当たってたらいいのにね、全然いかないとかね。あったんすよね。なんででしょうかね。さあ、行きましょう。この2体も。おい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 、それ一番ダメなやつなんだよな。行くぜははは、ダメだ。さあ、大切り地、かかってるぞ。いくぞ、空高くパワースタンプ、あれー今日もかわいい。とりあえず、つばぜりに、ここ勝とう。一丁前に王者の装備になってしやがって、どこに仕入れてきたんでしょうかね、あいつ。よし、どっからロト三人機なんて持ってきた、ほんとに。そんなんなかなか手に入らないぞ。おお、このパターンか。賢者の石使うパターンだ。無知使ってこいよそれはそこは無知使ってこいよ。なんで鬼コンボの時だけ無知使ってくるんだよ。バギーまでコンスタントにそういうのが一番やばいんだよな。ボエロ来てるから、まあ火ダメはまあそこそこって感じだけど、まあ、流星山の威力も高いからな。コングヘッドに行くとやばいからな。流星山、鋼の牙が誰に行く。いや大げず、これやばいぞ。あぶ、大丈夫だ、あぶね、劣勢だな。割と普通に難しいのかこれ。割と難しいかもよ。よし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 、
次どうする？貯める。はいはい、それはね、もうチャンスだね。次の一旦でひっくり返そう。全部劣勢だけど、ここからありますよ。貯めた後のパワースタンプの一撃が当たればもう一気に逆転あります。4連撃頼むぜ。一撃目大事。貯めた後の一撃目4連撃、よし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 やる。そこに会心を出すとは。いくぜモーカーン。オーケー、いいよ。4連撃のいいとこ行かせていった。いいよいいよ、本当にいいよ。ひっくり返せる、ひっくり返せる。まだ大喜利チップ。あーやっぱりすぐ使ってきやがったな。逆転補正早いよ。逆転補正が早いよ。逆転補正使うの早いんだよおめえは。ポコポコ出すないちいち。わー早いな、逆転補正使うの。いいとこいった、貯めるから。いいいいぞ、まだあるぞ。王者の一戦、誰に行く？コングヘッドに行くのは一番普通に食らうやつだね、それは。うわぁ普通に筋からがやばい。てか、この大きい時これ当てないと思うね。いろいろと壊滅するぞ。うわぁ、うわ、かわいい。混乱にさせてワンチャンあるかなぐらいかな。よし、混乱にさせよう。こっちも切り札当然だ。いけ、オリコンボ。全部、全部行こう。全部混乱とか行こう。もう、夢がある。夢がある。250、315、183。勇気がたまらなかった。混乱、混乱、混乱。もう混乱に。ああ7で残った。音、相手の攻撃。何が穴があるやねん。無理があるんやで。穴があるんちゃうんやで。無理があるんやで。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。よう、リュウタ。そんな装備で大丈夫かってちょっと聞かれてきたんで、装備変えてきた。大丈夫だ。これで問題ない。そんな装備で大丈夫か。一番いいのさっきはよくもやってくれたよな。てか、大喜利値が2回外してもでかいな。メーカーの釜、吹き飛ばしてやるよ。メーカーの釜で吹き飛ばしてやる。メーカーの釜って言いますのはね、ザンマトウという融合武器なんですけど、まあ、こちらが打撃と暗黒を含んでいるんです。で、ゴールデンゴーレムがね、打撃と暗黒、まあ、両方、そんな強いわけじゃないというよりは弱い方なんで、弱い部類で入りますんで、暗黒に特に。まあ、かなりメーカーの鎌の打点が期待できます。残りの2体で頑張ってくれ。一人じゃ勝てねえぞ、この試合は。よいしょよいしょよいしょ。あ、いや、おい、いや、どこ？どういうこと？ちょっと待て。ゴールデンゴールって受けるモンスターあったっけ？俺知らねえわ。俺の知らねえモンバトが今あるわ、さっきから。さっきからさ、おい、待て、さっきから俺の知らないことが起こってんの。冥界の釜、せーのって、はい。オッケーオッケーオッケー、冥界の釜400でもんな。4連撃とあんま変わらんけど。はい、やれお前ちょっと調子悪いな。大喜利値の調子が悪すぎない？待って、大喜利値の調子が悪すぎない？あと冥界の釜思ったけど、あ、こっちも負けそう。避けたね。あれ、意外となんか4連撃と変わりないな。更新ビートメーカーの釜意外となんかあんま変わんない？4連撃と。4連撃の方が強い？もしかして。ですよねー。そらあのピロリをしたらまあ無理っすよ。あのピロリで緑の時に無理だなーって思いましたよ。そら僕だって。ほいったー。うわ、マジかー。お前ちゃんと使うねー。やばい、グリーンガム来たぞー。最強 SP 来てるぞ。で、ちゃんと流星山を選ぶこの頃でね、一体にはなってるけど。流星山強いぞ、普通に素直に。外してるぞ。外してるぞ。外してるぞ。これで、お互い五分五分というわけか。そうだね、もう五分五分だね。だから、まだだ。お、貯めてから次のターンメーカーの釜振り下ろすか。ただ、つばぜりさっき負けたのって意外とちょっときついかもしれん。もしかしたら、つばぜり負けたの結構響いてるかもしれん。とどめ打たれる可能性あるね。いやー、勝ちたかったね、今。あーっと忘れた頃にやってきた。これは、嫌な予感がする。3ターン目でしょ？
いやー勇気たまりそうだな向こう。さあ溜めた後のメイカイの釜です。いけメイカイの釜。はいオッケー560いい打点出るな。いい打点は出るんだけどな。4ターン目に冷たかったけどな。うわーいいとこいい勝負ではあるんだ。割と全然してるぞ。おい大丈夫か本当に大丈夫なのかそれ。お猿早いんだよ逆転補正が。逆転補正が早いのねえ使うの早いよ CPU 君数々の実況者から言われてるじゃん。あれなんか急になんか攻撃全然当たんなくなったってよく言われてんじゃん。これだよ今やってんのお前今それをやってんの早いんだって使うのが早いんだいくらなんでもすぐ言われんだからね。これはきついこれはとどめ打たれて負けですよ多分。次のターン、うん、よこのターンはたまんねえだろうけど、つばぜり向こうちゃんと勝ってるから、いや多分ね勇気溜まってると思うよ向こう。多分もう向こう溜まってると思うわ勇気。普通に1ターン目のミスが全てを左右してくれたな多分もう勇気溜まっても負けだ。ワンチャン通るかな。いやワンチャンあるかもしんないよ。ワンチャン、ワンチャンにかけるわ。こうなったら。パワースタンプとりあえず当てないと話が進まない。今日ね、打率がやばい。打率お前どうなってんの。ちょっと大きるち打率がひどい。一回も出てないような気がするんだよな、パワースタンプ。でしょうな。逆転補正使うのがお前ら早いんだよね。死ぬ定めではないと。そんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。穴があるとかなんとか言ってましたけど、ゴールデンゴーレムとかメタルドラゴンって確かに穴はありますよ。明確な弱点ってあるんですよ、ゴールデンゴーレム、メタルドラゴンも。ただしですよ、明確な弱点に反して、ちゃんと、なんか利点はあるんですよね。彼らって。ただ僕たちのチームって、明確な弱点しかないような。さて、そろそろ、ちょっともう手加減しねえぞ、お前。いい加減しろ。おい、ゴールデンゴーレム。おめえに言ってんだやばい、来たやばい、来ちまった。いよいよ来ましたよ。悪魔の爪がね。ゴールデンゴーレムいい加減にしろよ。もうね、許さんは。4回目よ。一番いい装備をね、頼む。もう、手段は選んじゃいられない。もうなりふり構っちゃいらねえ。そんなに俺がね、こうやってまともにやるのを拒むって言うんだったら仕方がねえ。こっちも、もう、お前のチームは割れてんだ。大きるちに行くねえ。主人公に行ってガードが一番いいんだけどね。さあ、君だ。君なんだ。せーの、はい、はい、よっしゃったー、よし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 、一旦で半分ぐらい削ったぞ。いいぞ、いい緊張感だ、いい緊張感だ。いいよ。さあ、勝たしましょう。勝たしてもらうぜ。余裕。余裕だわ。さあ、問題は、このターンの向こうの SP。 まあいい方じゃないですか。まだまだまあ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 かな。鬼コンボの合体召喚攻撃で450はいけるんで、まあまあトントンでしょう。この打点大事です。で、大きい打ちは貯めてほしいね。貯めるから、うん、外してるよ、早く。早速始まったな大ゲージは貯めるから、次のターンのローガの演武をゴルゴに当てることができれば。おーち、こっちもいいピロイドだ。まあ、お前が受けてもあんま意味ないけど。貯めるしてほしい。お、いいよ、来たわ。来たわ。次貯めるでしょ。貯めるからゴールデンゴレムにローガの演武。それでもうこのゲームは終わる。あれ、鬼コンボ俺使うキレンをいるんだけど。はぁ、早いよ逆転王勢早っ早くない？ねえ、頼むって。
逆転補正使うの早すぎない？いい加減しろ。貯めてからローガルム。行くぜ。行くぜ。覚悟しろ。せーの。はい。1056。1056。すごい打点の取り合いになってんな。これさ、このターンうまいってこと耐えれば。このターンうまいこと耐えれればな。そうすれば、多分、まずここ当てないとダメだけど。ここ当てたらもうオニコンリーサルいける。よし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 。オニコンリーサルいけます。もう。このターン耐えれるかどうかだね。雷鳴剣か。それなら通行出ない。メタルドラゴンにまさか、すべてがかかっているのか ?460 ってメタルドラゴンの鋼の牙の通行いくつだっけな。あれまさかやる。それはやったら俺ギバラだよ。あ、これは勝った。よし、勝ったわ。メタキン盾持ってたんで。さあ、ラストはオニコンに締めてもらおうかなと思うんですよ。おおかわいい。終わりだー。終わらせてやるよ。すべてを吹き飛ばす。スイカン、ウルトラスタンプ。はい。45分もかかった。